ギガルド修道院とアザト川上流域はアルメニア共和国にあるユネスコの世界遺産登録物件名。登録は2000年。キリスト教、非カルケドン派のアルメニア首都教会の修道院建築とその周辺地域を対象とする。ギガルド修道院は301年に歴史上初めてキリスト教を国教と定めたアルメニアでも古い歴史を持つ修道院で、 初期キリスト教時代にはすでに解説されていたと伝えられている。アイリバンク、すなわち洞窟修道院とも呼ばれ、院域のいくつかは岩盤をうがって作られた洞窟となっている。修道院の名称であるギガルドは槍を意味する言葉で、キリストの脇腹をついた聖槍の一部がここで発見されたことにちなむ。今日残っている中央聖堂は、 1215年から1283年にかけて建設されたものであるが、僧院や礼拝堂、食堂などは中央聖堂北側に接する岩盤をうがって作られ、天井はイスラーム建築のムカルナスの影響によると思われる小乳石装飾で覆われている。僧院内には十字架を掘った石板が至るところに設置されている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。